江南は、韓国の首都ソウル市における観光より、南側の地域を指す言葉であり、特に、江南区、随層区の2つの区を指すことが多い。江南という言葉は、本来観光以南のソウル自然域を指す言葉で、あったが、産業の発展に伴い、江南区、随層区、松区の江南3区のみを指す言葉へと変容してきた。ただし、 江南随層教育支援庁などの高南の名称を使用している政府機関は江南区と随層区だけを管理しているため教育と社会的な概念としての高南はこの2つの区だけを意味する場合が圧倒的に多い。特に江南区と随層区にある小中高等学校は江南八学群と呼ばれ韓国で教育的な競争が最も厳しい地域である。 ソウルの伝統的な中心部は観光の北にある小6や中区などの旧市街であった。だが、1970年代以降の政府主導の住宅地・オフィス用地開発政策によって、1990年代よりソウルのビジネス、政治、教育、商業などの中心は高難に移りつつある。また、不動産価格の急上昇も起こっており、 高層アパートの価格上昇やバブル発生の懸念は韓国の国政上の課題となっている。高難には地方から大学進学のため上京し、後に一流企業や政府機関等に就職した住民も多い。そのため高難は富裕な住民の住む地域と韓国社会では見られている。また、発展に取り残された感のある広北や全国の他地域との格差が しばしば指摘され、た地域住民や左派などから目の敵にされることも多い地域である。そのため、選挙では、高南が保守派の画像とされている。18世紀初頭朝鮮王朝後期の高王手現在は、ソウル市の中央部を観光が流れる形になっている。ものの、第二次大戦後しばらくの間までは、ソウルの市街地は観光の北にしかなく、 江南は1963年にソウル市上東区に編入されるまでは甲州軍に属する農村地帯であった。1970年代から80年代にかけての政府主導による高層団地など住宅開発の勢いは激しく、1970年頃まで8対2だった江北と江南の人口比は、1990年にはほぼ5対5にまで並んでいる。 オフィス地区としての開発の進展に伴い、近年では、江北から江南に本社を移す大企業や、最初から江南に本社を置く外資系企業も増えている。例えば、サムスングループは新本部を江南駅付近に建設している。また、政府機関も随走区や香川市など観光の南側に移転した。港南開発の時期、ソウル高校や景気高校など、 名門校の高南への移転も進んだ。学校間格差是正と学抜解消のため、ソウルの高校進学は入学試験のない学区を取ることになったが、大学進学に有利な名門高校を要する高南地区の学区に、高学歴層や富裕層が集まる学区間格差が発生した。現在では、ソウル市内のみならず、韓国全土から高南に移住し有利な学区に、 入ろうという家族が後を絶たない。このため高南一帯の不動産需要は高く、さらに不動産投機もあって、アッパート価格は上昇を続けている。この地域には、高王帝及び高南駅周辺というソウルでも指折りのファッショナブルな地域が存在する。新興のエンターテインメント地域、文化地域として高南は、あらゆる世代の人々を引きつけている。 1990年代にブームを起こした皇帝に続き、2000年代には江南駅周辺の道幅の広い街路樹の道沿いに、カフェ、レストラン、クラブ、映画館などが並ぶようになっている。その他、ソウル三七総合運動場のある、ソウルスポーツコンプレックス、国際会議場、展示場及びショッピングモール、オペラ劇場や美術館の集まる、 芸術の伝道も江南地域にある。李昭弘元大統領が進めた財閥優遇政策により、江南はソウルのみならず韓国を代表するオフィス街、繁華街として発展した。だが一方で、裕と貧困の格差が大きい地域にもなっており、同じ江南地区であっても賑やかな商店街からわずか700メートルしか離れていない場所に水道館が地下埋設ではなく、 電線のように平屋の上に設置していたりするようなスラムが現存している。港南区海裏道の急流駅南方にある九流村は現存するタルドンネの中で最大規模となっている。ありがとうございます。